皆が皆歴戦の武将のように耳ざといわけではないからな。三成挙兵の知らせが民の耳に入るまでには時間がかかるということだろう。お前らしくない言葉だな。以前のお前ならば人間に同情を寄せたり、その安全を気にかけたりなどしなかったはずだ。なぜそんな顔をする？なぜだ？痩せ姫や大きなたちの意見はそのままお前の意見なのか？お前が心の底から思ったことであれば、別に気持ちに蓋をする必要などあるまい。天気のいい日に空を見上げれば、気持ちが上向くのは至極当然のことだ。それに蓋をすることが正しいとは、俺には思えん。それは他の誰でもない、己自身の心が命じていることなのだからな。どうした？俺の顔に何かついているか？考え事？里心がついたのか？帰りたいのなら帰るがいい。止めはしない。居場所を里に報告して大きなたちに俺を連れ戻させる気か？言ったはずだ。俺は十騎衆を除名されようがどうなろうが構いはしないと。わかった。そこまで言うのなら止めはしない。だが、こちらの用が一段落してからにしろ。今は一刻も早く上方の情勢を家康に伝えたい。
そうか、元忠が死んだか。家康の部下だ。家康が幼き頃に竹に人質に出されていた頃からの付き合いらしい。伏見城の様子はどうだったのだ。少なく見積もっても数万の軍勢に取り囲まれていた。兵の数が一桁少なければ元忠を救い出すこともできたのだが。気にするな。その状況ではたとえ俺がその場にいたとしてもどうにもできん。しかし大谷義継や夏川正家、浮田や小西行長あたりを味方に引き入れるのは予想していたが、まさか毛利まで三成につくとは思わなかったな。これから先、一体どうするつもりなのだ。何か策はないのか。あんたは戦国の世を終わらせるつもりだと言っていただろう。ひとまず大坂方諸将の動きを見極める。速やかに投下してこの江戸まで攻め込むつもりなのか、あるいは上方に今しばらくとどまるつもりなのかをな。こちらにもいろいろと事情があってな、軽々しく動くわけにはいかんのだ。話は以上だ。下がって構わんぞ。いいから下がれ。あまり長々と話していると正信に感づかれるかもしれん。覇気がないのは当然だ。元忠が命を落とすことは織り込み済みだからな。家康は今回の三成の挙兵を想定していた。お前も家康から直接聞いていたはずだ。
だとしたらどうする？お前ならばそう言うだろうと思った。もし家康のような考え方ができていれば、里の者を人質に取られることなどなかったのかもしれん。以前俺が伊達政宗という大名に脅され、いいように使われていたという話をしたな。そうなったのは、先祖代々伝わる土地があったためだ。一族の者を守るため、もっと早くに陸奥の地を離れていれば、人質を取られたりはしなかったのに。他者の上に立つ者は、時に代を生かすため、将を殺すという選択をせねばならない。一族の者たちの命を預かる棟梁が、無知なままでいるというのは、罪だ。家康と接することで、それを学んだ。どうした？何か言いたいことがありそうだな。別にそれで構わん。お前に俺の意見を押し付けるつもりなどない。お前も十騎衆に数えられるものだ。自分が進む道は自分で決めればいい。なんだ。お前がまだ俺を十騎衆だと思っているのなら仲間なのだろう。俺はもともと十騎衆に数えられていた。お前も同じだろう。どちらも十騎衆であれば仲間だということになる。そうでなければ、もう仲間ではない。それだけのことだ。それよりも今は、考えねばならないことがいくつもある。
先ほど江戸城に忍び込んだ時のことを考えていた。戦が起ころうとしている今、なぜあれほど簡単に入り込むことができたのだろうとな。それだ。なぜ今日に限って鬼の兵たちが姿を見せなかったのだ。ありうるな。すぐに後を追うか。小山だ。すぐに向かうぞ。また痩せ姫のためか。まあいい。頭数がいて困ることはないからな。